今日も井出急行鉄道チャンネルをご利用くださいましてありがとうございます。今回は少し前の映像になりますが、681系白鷹号の連結機カバー取り付けの様子を短編動画でお送りします。2013年3月、ここは JR 西日本和倉温泉駅、ただいま金沢方面から白鷹号がやってきました。ここで貫通側の先頭車の連結機にカバーを取り付けします。ピキがね、連結機の中に入って氷の塊になったら連結できませんのでね、それを防ぐための処置です。はい、今から連結機カバーの取り付けをしていくんですけどね、この取り付けされている乗務員さんなんですが、多分新人の運転手さんなんですかね。先輩の運転手さんに見守られながら取り付けをされていました。結構苦労されていますが、なかなかね、このカバーの裏側って見るチャンスがないかと思いますのでね、貴重な映像かと思います。はい、無事取り付け完了しました。取り付けよし。ありがとうございました。